君、止まらないか。ここは主催者に認められた者しか入れない場所だぞ。なんか揉めちゃってる。あれ、あの人どこかで。いや、そうじゃないけど。いいか、伏せてる。銃声だ。今の野郎、周りの警備員に撃ちやがった。まさか、ヤドが僕を追って。いやいや、そりゃないっしょ。無関係な相手にいきなりぶっ放すような物騒な奴がヤドなら、まず自分を逮捕しなきゃじゃん。とにかく、詮索は後だ。発砲した奴の姿が見えねえし、こいつを狙ってる可能性もある。逃げるぞ。逃げる？今この私から逃げると言ったのか？そんなことが可能だと思っているのか？ジョージ・ブライトマン、名を偽った割に素顔のままとは随分と大胆だな、アルセーヌ・ルパン。答える義理はねえ。大体人の名前が知りたきゃ、まず自分から名乗ったらどうなんだよ。お前のような盗人に名乗る意味があるのか？おとなしく怪物を出せ。お前が盗んだのだろう。怪物？何のことだ。俺様が最近盗んだ獲物といや、麗しいレディーが一人いるくらいだぜ。黄昏が欲する怪物、お前が騎士団からかすめ取ったことはすでに知れている。隠すことに意味はない。私はそいつに用がある。素直に引き渡さなければ痛い目を見ることになるぞ。なるほど、答える気はないか。ではやむなしだな。バン！さっきの私の言葉をもう忘れたか、アルセーヌ・ルパン。今のうちだ。逃げるぞ。